ニュージョフェード、本日はゲストにジャーナリストで講談社特別編集員の近藤大介さんをお迎えし、蟹瀬誠一解説員、上杉隆社長とともにお届けしています。さあさあ皆様、ワールドボール、WBC ワールドベースボールクラシック、日本とアメリカの決勝3対2で下し、3大会ぶり3度目の優勝を果たしました。皆さん試合いかがですか？ご覧になってましたか？もう僕はもう第一試合から結局決勝まで、準決勝ね、決勝まで全部見ちゃったね、仕事しないで。面白かったですね。なんかあのやっぱ国によってその個性が違いますね、同じルールやっててもね。そこが面白いですね。あの日本のきちきちした野球と、あのメキシコのなんか割と自由な野球と、はい、まあ、それもあるけど、あの試合の展開ね、ハラハラドキドキで、やっぱりね、村上なんか大丈夫かと思ったら、ね、最終でやってね、ホームランパーンと一発打って来るしね、最後大谷がやってちゃんとクローザーをやるというね、本当に、ね、ドラマよりドラマチックでしたね。久しもご覧になってました？もう見ましたよ。今日見るために、今朝、株式会社ノーボーダーはご存知のように阪急になりました。そうなんですね。あの、なんかそういった会社多いんだってね。見たですね。もうあの休みになりました。でもあの結局仕事してても、あの手元でそのスマホ見たりか、うん、やっぱ気になっちゃいますもんね。第一ね、普段野球なんか全然興味のないうちの奥さんがもう食い入るように見てて、行け大谷とか言ってるしね。会社でも見てたらしいよ。なるほど。壮大な魅力あるね。あのラグビーのね、ワールドカップの時もそうだったよね。ああ、にわかファンね。ラグビーなんか興味のない人がわーっと盛り上がってね、まあ、こういう暗いね、ご時世、いいことだなって気がするけどね。また大谷翔平という人物が映画で作るような最高の性格のいい主人公を超えたような人物なんで、本当だね。でそれが最後の最後に同僚のトラウト、マイク・トラウトと、うん、まさかね、最後のバッターで三振で切って取ってスライダーで勝って、それでガッツポーズをするというの、これもうチャット GPT-4 でもですね、作れない台本ですよ。本当だよね。日露の首脳が共同宣言です。米国への対抗姿勢を鮮明にしました。このニュースなんですが、近藤さん、これどうご覧になるでしょうか？そうですね、やっぱりその今回あのこのプーチンべったり外交って私は呼んでるんですけれども、これが復活した感じですね。で中国から見るとですね、あのウクライナ問題の解決のために行ったというよりはですね、あのこのプーチン大統領、ロシアとの友好関係ですね、あの今回習近平主席が9回目の、ロシア訪問、それで41回目の首脳会談ということですね、プーチン大統領と、まあ、その中ロの友好をその深めに行ったということですね。その一部としてウクライナ問題の解決というのがあるということですね。それで共同声明もなんと2つも発表しましてですね、あのちょっと驚いたんですけれども、2030年までの協力体制ですね、これを築いていくということを発表しております。でこれなんでこういうようなですね、あのことをやったのかというとですね、おそらく2つの大きな目的があったんではないかと思うんですね。一つはあのやっぱりそのプーチン大統領がもうこのままいくとこう倒れてしまうんじゃないかというですね、プーチン大統領を支えてあげようということですね。でもう一つはやっぱりそのあのロシアをですね、もう完全にその経済的にこう中国経済圏、人民元経済圏っていうんですかね、これにしていくっていうような、そういう方向性を共同声明見てて感じましたね。なんでこのタイミングなのかというところも含めていかがでしょうか？これはやっぱりあれですよね、広島サミットやるわけだから、どうしたって行きたい、行っとかなきゃいけないよねと、他の首脳はみんな言ってるわけですから、これはもう遅きに失してるのは分かってるんだけど、なんか日本のメディアのを見てると、そのセキュリティの問題がうんぬんかんぬんみたいなね、そんなことで過去2回ぐらい考えてやろうと思ったけどうまくいかなくて、今回、うまくいったと言いますかね、とりあえず向こうであの証拠写真を撮ってくることができたっていうレベルだし、まあ、ついてないなと思うのは、僕はあの国内ではこの野球が盛り上がっちゃったからね、ほとんどその陰に
僕は隠れた感があるなって気がしますよね。ニュース見てても、まあ、ほとんどしたワイドショーもよくたくさん見るわけだし、今の日本のテレビのニュースなんて半分ワイドショーみたいなもんだから、そうするともう焼き焼きで燃えてる中で、ポコッと出てきて、極秘に行きましたとか、極秘って言われてもなんか漏れてたよね、みたいな感じのね、ちょっと情けなさが漂ってましたね。近藤さんからはどうご覧になりますか？はい、私はですね、さっきの日程の問題なんですけれども、うん、これはですね、やっぱり背景にアメリカがいるんだと思います。で、アメリカがですね、習近平主席がその20日から22日までモスクワを訪問するという情報を聞きつけてですね、うん、ここにその岸田首相のウクライナ行きというのをぶつけたんだと思います。だからそのアメリカがですね、全面的に協力してですね、移動ですとか、会談とかですね、それで岸田首相をそのキーウに行かせたというのが実態なんだろうと思います、うん、自衛隊は使えないですからね。そうそう、だからアメリカ軍輸送機、うん、それからアメリカの車両で行かせたんだと思います。そう、お金も随分気前よく行ったし、うん、それからね、これ今回極秘砲、ウクライナをね、訪問したってなってるんですけど、まあ昔テレビでやった川口浩探検隊みたいな感じで結構もろバレでしたね。そうでしたね。というのもね、19日まで、19日から22日までインド訪問だったんですよ、岸田首相で。官邸の内閣記者会も含めてインド訪問なんだけど、日程の立て方がおかしくて、23帰国なんだけど、前半がインドのスケジュール入ってるのに後半が入ってないんですよ。でこれはおかしいってなって、大体みんなここだろうって当たりをつけておいたら、なんかもうね、料亭政治の骨頂みたいなんですけど、インドのニューデリーでホテルをカゴ抜けして、でチャーター機で飛んでったと。すごいなと、もうバレバレだったんですよ。まあ、安全保障とか安全管理とかそういうのは、まあスピンも含めてあまり日本得意じゃないんで、まあその程度なんだなと。よかったなと、ミサイル撃たれなくて。それで一部の人はね、そのメディアが事前にそういうことを報道するっていうのは総理を危険な目に遭わせるんじゃないかっていうようなね、批判の声が上がるっていうのもちょっと的が外れてるなって気がしますね。まあ、日本ぐらいじゃないですかね、そんなことを言うのは、メディアの仕事はだってそういうものをね、報じるものだし、そんなことすらはできないようなね、危機管理の国家だったら、ちょっとむしろそっちの方が怖いなと。よく言われるようにね、日本の刑事裁判の問題点がまた露呈したということですよね。それは3つの問題があって、自白っていうのをとにかく偏重すると、そうすると取り調べる側は自白を強要するわけですね。それから、まあ、検察官の方で今回もこの証拠の隠匿といいますか、隠滅といいますか、まあそういうことをやったりすると。で、裁判所は裁判所でこう長いことね、そういう無実の人をこう有罪にしたわけだから、それをね、もっと早い段階でこう正していかなきゃいけないんだけども、それがもうずる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 とこう続いていって、47年7ヶ月ですか、ね、それが竹の時は取り返せないわけだから、無罪の人にもね。一見すると盤石ですね、もう政敵が一人もいなくなったので、特徴を一言で言い表すとですね、硬くて脆いんですよ。まあとにかく中国は社会主義の国なんだということを強調してますよね、現在のところ。以上、今日のオペードでした。ニュースオペード、本日はゲストにジャーナリストで講談社特別編集員の近藤大輔さんを迎えし、蟹瀬誠一解説員、上杉隆社主とナビゲーターの私浅野由香がノーボーダー築地 AI スタジオから生放送でお届けしています。